船岡東通り人工院前交差点から、撮影船岡東通りは、京都市北区を通る南北の通りの一つである。北は、鴨川に架か,かる西鴨橋を、南は、倉間口通りをそれぞれ奇襲点とする。南からまっすぐ北に伸び、西鴨大道口町地内で北東向きに曲がって、西鴨橋へと達する。途中、北大地2から今宮2までの間は、 大徳寺の境内をまたぐために車両では通行できない。車両通行可能区間については全線を通じて片側一車線ある。大宮、市地区、紫の地区を南北に貫く重要な生活道路であるため、長席時間帯をはじめ交通量が多い。京都市営バスにしかも営業所から市内中心部へ向かうバス路線が設定されている。 船岡山の東側を通るために名付けられた。地元では京都の七谷の一つである上野を通ることから上野街道とも呼ばれている。ただし本来の上野街道は南東から北西方向に伸び、船岡東通りと紫の上の町地内で自行さしている上野通であった。この道は明治以前より存在し、かつては大徳寺の北から 現在の検託した交差点までまっすぐに伸びていた。船岡東通り自体は1960年以降の土地区画整理事業に基づいて造成された比較的歴史の浅い道路である。京都観光街巡り京都の七谷京都中央、信用金庫店舗 ATM 紫の支店の住所表記、四畜西南町地内に 上野街道と刻まれた標石が残っている1718年間、慶城小欄に、大徳寺の門前を過ぎ、四竹村を通りで、氷室の里ありと記されており、当時には、大徳寺から玄卓を経て、高根に至る一本堂があったと考えられる、地形図で見る変遷踊井長坂口周辺。ありがとうございます。